皆さんこんにちは。今回はザラと H&M で春に向けてお洋服を購入したので、こちらを紹介したいと思います。買ったものを紹介した後にコーデを組んで、そのコーデも紹介しようと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。なんか私いつも癖でトップスばっかり買っちゃって、ズボンが全然なかったので、ズボンを多めに買いました。まず H&M で購入したものから紹介します。3点購入したんですけど、1点目がこちらです。オーバーサイズデニムです。もともと2999円だったんですけど、セールをして1799円で買えちゃいました。こんな感じで薄い色のデニムで、名前の通りちょっとオーバーサイズで、このウエストのところにもゴムが入ってるので、すごい履きやすかったです。あと2点がアクセサリーなんですけど、1個目のアクセサリーがこちらです。ミーズピアスです。もともと999円だったんですけど、安くなって649円になってました。もうネイルがめちゃ汚くてごめんなさいなんですけど、なんだろう、石みたいな感じのホワイトのビーズで作られてる、こう耳につけると大きめで存在感があるピアスで可愛いです。もう一つの最後のアクセサリーがこちらのトリプルストランドネックレスです。こちらも安くなってて、もともと1299円だったんですけど699円になってました。3本がこう1つにまとまってて、胸元が結構開いてるシンプルなトップスとかに合わせてつけるとめっちゃ可愛いです。夏とかにたくさんつけたいです。こんな感じです。で、次がザラで購入したものなんですけど、ザラでは5点購入しました。まず1点目がペーパーバッグデニムパンツです。こんな感じ。ミントグリーンみたいな感じの色のハイウエストのズボンです。4990円でした。ウエストが全部ゴムだからハイウエストなんですけど、めっちゃ履き心地が良くて、このウエストのところがクシュクシュっていうなんかデザインになってて、それが可愛いです。このポケットもちっちゃい。可愛いポケットがこことここにあって、めっちゃ可愛いです。色も春っぽいので、これから春たくさん履けそうだなって思います。次2点目がこちらです。ポケット付きツインパンツっていうもので5990円です。これもハイウエストのズボンです。ゴムが入っててクシュクシュっていうデザインになってて、色もすごい春って感じだし、形もすごく可愛くて、履き心地ももうすごい良くてめっちゃいいですそんな感じです。3点目がソフトレザーバレーシューズです。こちらは5990円のものが安くなってて3590円になってました。シンプルなバレーシューズ、これも可愛いですすごい春って感じのデザインと色だし、履き心地もいいし、シンプルだからどんな服にも合わせられて、すごいお気に入りです。4点目がやっとトップスなんですけど、ラペル付きポプリンシャツのホワイトです。4590円でした。これは着たとこを見ないと分かりづらいと思うんですけど、胸元にこんな感じの大きい襟がついてて、丈が短めのトップスになってます。ここに紐があるので、これを結んでこんな感じになってて、めっちゃ可愛いです。次、最後5点目がポプリンシャツのブラック M サイズです。5990円だったんですけど、安くなって3590円になってました。割とシンプルなブラックのシャツなんですけど、首のところとこのボタンのところと手首のところにこのフリフリなデザインになってて、すっごい可愛いです。これがこれもちょっと着ないとよくわかんないと思うんですけど、この後着るのでぜひそれを見てください。以上が今回購入したものです。これでコーデを組んでみます。